ジムタ、うん、それサオリンチと同じ名前やないか。おい、それでバレたけど、それでヒカルさんと相馬さんにバレたけど。ジムタ、どうも、ヒサシンです。おときです。中尾、マッサイ、ナホー、そしてせーの、どうもーガイピースイエーイ。はい、はーい、はい、マルチユーチューバーで、結構グループ系とかが一緒にこうスマブラをやろうっていう言い出して、はいはい、で、大会をね、主催してくれたんですよ。そう、やらせていただきました。あの機会めっちゃ良かったよ。ねえ、嬉しい。そもそも、まあ、スマブラよくやってたんですけど、うん、やってましたね。スカイピース側の、企画でちょっとフィッシャーズダンジョンみたいな感じで言ってたじゃん。はいはいはい。あれをうちでも今やってまして、はいはい、フィッシャーズダンジョン、そのままのタイトルで。まあ一応タイトルコールの方だけ、フィッシャーズダンジョン。改めて、前回の大会の時当たってない？当たってない。そうだ、当たってない。当たってない。俺たちシードで1試合しかしてない。そう。そうなんだよ。はい、そういうの。なんでこうなるんだよって言って。そうそうそう。負けたって言って。まずやってないんで、そう、負けてないんですよ俺たち。ああ。大乱闘スマッシュブラザーズをやります。はい、はい。サンストックです。今回お二人に挑戦していただきます。先僕が行きます。はい、わかりました。ジンタンが最初出る、弱い順でね。ジンタンが先出て、負けたら次テオ君が出ると。はい、うん、僕らの今いる5人、はい、この5人全員倒したらゲームクリアとなります。なるほどですね。なるほど、5人抜きです。今まで5人抜きした人っていないんですか？いないです、うん、うーわ、うん、5人はいないよ。いない。4人はいるんだ。4人はいる。シルクまで行くんだけど、なかなか最後倒せない。誰が行ったの？俺まで行ったのはじめくん。いや、はじめさん、あ、行ってない。はじめくんだけだ。はじめくんだけだ。のみかな。48がマサイにやられた。あーあー、だから4人目にやられた。あと、てつやてつやもマサイにやられた。そうだね。おお、マサイストップ結構入るから、はい、ここも結構鬼門だと思う。先にジンタンが、はい、戦っていきます。はい、一番最初がザカオ、次ナオ、はい、モトキ、はい、はい、マサイ、僕です。うわーい、うわーいって奇跡欲しいかな。この順番で、いきます。ジンタンがもし、ザカを倒して、はい、ナオも倒して、モトキに敗れた場合、テオくんはモトキから去っていきます。おお、はい、チームだ、チームだ、チーム、うん、この二人でどうにか頑張って削って削って最後までいくと。一人で倒しちゃおうかな。おお、みんなそういう、でもね、顔にあんまり希望がないんだよね。目だけうつろなんだよ、ずっと。早速やっていきたいんですけど、まあキャラは別に固定とかじゃなくていい。相手に合わせたりとかも OK です。なるほど、全然出したい方を出してください。フィッシャーズダンジョン、スタート。よっしゃー、頑張ってこー。よっしゃー、1人目はザカオくんです。よっしゃー、じゃあジンタお願いします。行きます。キャラを選択してください。はーい、よし、頑張れー。キングクルーで行かせていただきます。キングクルーかよ、大丈夫かよ。俺はカッパスクフラワーで。もう準備 OK？ はい、ではスカイピースの挑戦。うわ、第1戦目、ジン VS ザカオ、レディートゥファイト。はい、イエーイ、よろしくお願いします。頑張れー。いやー、ちょっと大会ジョーカーでボロクソだったんで、ちょっとこっちだったと。最近はキンクルだった。そうなんですよね。前回キンクル使った時なんか強かったイメージある。うん、そうなんですよ。このカード的にどうだった？これね、まあパック側かな、通常は。やっぱシューリンガン結構食らっちゃうからね。でかいからね。あ、今のシーンだな。はい、クルーがやっぱでかいから壊せるから。おお、なんか結構両方重ためのカードだよね。おお、危ない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 。ガーニー落ち着いてる。いや、ザカンもね、着々と強くなってる。いや、そう、うまくなったね。さすが打たれるとな。いい、おいい、空前、空前なんだよ、あれ。おーい、羽まで帰ってくる。あ、ミスター、あ、どうなる。あ、どうなる。仲良しだった今。うわー、いった。毒斬りがパーセントめっちゃ近いから、でかいとね。いやだ。あー、あー、待って、ちょっと待ってよ。三立てか。ちょっと待って。はいはいはい。ああ、いい吹きの。よしよしよし。あ、大丈夫だ。ギリギリ。はい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 。埋めて。さすがに。今日。ああ。危ない危ない。初手で止めるの初。勝利に飢えてるからな。確かに。逆にね。一番ね。
今まで見てきてるから。それいいっすか。ただまだいけるよ、じんたんも。そうだね、全然まだキャラ的にはね。おい、クルーコース性能あるからね。うん、後ろに飛ぶな。あー入らんか。いや、いい目だよ。下が見えたか。うわ飛ぶや、クゴ攻めた。うわやばい。おおきい。あー、生きた。危ないよ。気が似てる。ナイス。おいい投げ。早い反応。やばい、やばい。すいません、参りました。いやーマジか。これテオくん大仕事やん。これから5人抜きやばいぞ。ちょっとどう坂尾負けるかよ。いや素直に嬉しいねえ。ちゃんとマシキャラでね、始まる前いけると思う。いやでもそろそろ勝たんとってのあって、ここにかける思いやばくない。確かにね、絶対参加だからね。情けないわ。うちのテオがね。まあそうだけどね、2人でだから。あ、俺パレットの通りが出なんだよな。さあ、俺マジ嫌いなんだよ。ジンタがやられちまったので任せてください。ありがとう。テオくんが出ましょう。はい、うん、どうにかしっくつないでくれ。テオくん、はい、ザカオレディドゥファイト。よろしくお願いします。よし、バックフラワーとパルテラです。よっしゃ、よっしゃ。これはどっちなんだ。パルテラかな。いやマジ嫌いなんだよ俺。パルテラは基本的にキャラってね、優秀だから。いやほんと、あのオート照準の、そう、あれがね、照準合ってないのにあかんだよ。そうなんだよね、本当に開幕で13パーとかやるからね。へぇ、でもザカは乗ってるからね。いいセット。よし、テオ君もこのままでは帰れんから、ね、帰れないよ、さすがにね。一応念のため言っとくと、うん、両方とも初手で落ちた人は今いない。そうだね、はい、初手で落ちた人はいるんですか。いない。じゃあ名前出してくださいね。今後ね、今後ね、ジン君がいるって。うるしいさ、名前出るだけ。あ、いいマンション版で。それがね、ちょっとね、考えづらいよね。そうね、持ってんね。設置もできるし、投げることもできるよね。おー、強っ。あー、いけた。ちゃんと引いてた。すごい、位置を見て。それね、うまい。いいね。あっ、惜しい。おー、ちゃんとその高いね。しっかりやっぱ上手い、みんなみんな。で、あの上スマッシュ飛ぶからね。あー、そう、いい勝負。いい。おー、いい上がり方。ナイス。あー、さあ、いいか。どう？まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。あー、うまい。最強回したな。うまいな。伸びるな。ちょっと今日乗ってるな、ザキ。乗ってる。おーっと、激戦してるしかよ。すごいね、復縁に花が耐えられるんだよ。そうだね、確かに。見えない、絶対見えない。しっかりと、引けよ。ちゃんとね、前を取って。おー。分かんない、分かんない。いや、でかいしてる、ちゃんと。あー、やばい。飛ぶか。まだ大丈夫。めっちゃ攻めるね、めっちゃ攻めるね、さっきの。あー、そうやった。あー、なるほどね。 DA は展開もいい。それ…長い。よし、ナイス。タイミングが、あ、みんな重たいからね。お、テレキャン。おっと、あー、まだ131。よし、よし、これ難しい技だから。取り返せるか。テレキャンすごい。よし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 、これで面白い。めっちゃ熱い。どっちだこれ。めちゃくちゃ熱い戦い。こういう雰囲気ですね、暴れてきんの。そうそうそう、新鮮で。ほんと試合だもん。なんかやっぱ今やってる人からしたらこれが憧れじゃん。ガチな戦いっていうの、それ味わえるのいいよね。なるほど。ナイス。これ伸びるな。かなり伸びるから。で、崖外でそれが来た。あ、DA、切迫感。うまい。これスマホ怖い。あれね、マジ飛ぶからね。マジで？これマジ？いや、わかんないわかんない。
いや、いいよ、いいよ、さきょう。よいしょ、あぶし、すみません、えっと、うわー、ただいま。嘘だろ。そう、初めて初めて乗ってた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 な。いや、まあ、多分ですけど放送事故っすよ。こいつは倒せるっしょっていうテンションでずっとやって、ずっと負け続けてるからやっぱ俺が立たないといかんと。あー、ここで決め込んだんだ。そうそうそう、ハンドBGM流れてますよ。弱いものが頑張って戦ったみたいな。仕事じゃないと。そうだね。どうする、おしゃべりする。あー面白かった。あー、くそ、新しい笑いですね。新しい、気まずい笑いが生まれるっていう。そうね、なんか親戚みたい。喋り方ですかね、なんか。なんかもういやー、あー面白い。おしまい。ありがとう。セガサリー、ツイッター、ゲストフォロー、やっても目指せ登録者1000万、奥でもか、チャンネル登録よろしく。せーの、あり